どうしてこんなに人が？開演に先立ちまして皆様にお願いがあります。携帯電話、スマートフォンなど音の出る機器はお気にください。携帯電話、何のことだ？あ、どうも。私はその決して怪しいものではありません。その自分から怪しいものですと名乗るやつもいませんから、まあ怪しいものではないと言っても信用してもらえないかもしれませんが、私は決してそういうものではありません。これですか？これはですね、私です。そう、私はジャンバルジャン、レミゼラブルの主人公ジャンバルジャンなんです。フランス人です。フランス人ですよ。え、フランス人じゃ日本語がないって言うんでしょ？笑ってますよ。そりゃそうなんです。なんせレミゼラブルはですね、世界58カ国27の言語で翻訳されていますからね。私はどの言語でも自由に話すことができるんです。例えば英語で I love you、 これはですね、フランス語ではジュテーンですね。ドイツ語ではエキレイブデヒ、中国語ではウォーアイ、韓国語ではナヌノルンサナイ、そして日本語なら、そう死んでもいい若、月が綺麗ですね。最初のはですね、双葉亭四名の役で、後のは夏目漱石の役なんです。ちなみにレミゼラブルを日本で最初に訳したのは黒岩るい子、1902年のことで、その時のタイトルはあーは無常、あーは漢字でですね、こう書きます。あー無常、漢字でこう書くんですよ。そんなことどうでもいいですか。しかし変な名前ですよね。ジャンバルジャンってこう、ジャンバルジャンってこう二度も言わなくていいっちゅうのね。こうジャンバルジャンって面白くないですよね。そしてこの似顔絵、全く似てませんよね。どうせならもうちょっといい男に変えてほしかったな。でも皆さん怖がらないでください。確かに私は前科者で元時計衆です。ですけどね、これだけは分かっていただきたいんですが、私に対して悪いことはしちゃいません。ただパンを1個盗んだだけなんです。それも可愛い甥っ子、姪っ子たちに食べさせるために。ちゃんおじちゃん、ちゃんおじちゃん、どうした？ピーター、ポール、マリー、エドガー、アラン、ポー、それからあと誰だっけ、とにかくたくさんいるんです。セリーヌ、エルメス、イブサンローラン、一体どうしたんだ？僕たちお腹が減ってペコペコなんだ。何も食べてないんだ。ちょっと待ってなさい。ほらパンだ、これを食べなさい。おじちゃんはいいの？いいんだ、お前たちで分けて食べなさい。ありがとうおじちゃん、ありがとうちゃんおじちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。それだけのことで19年ですよ。19年パン1個で19年はないでしょう。まあ確かに何度か脱獄はしましたけども、でもどうせならもうちょっといいものに住んどけばよかったなと思います。例えばキャビアとかフォアグラとかトリュフとか。やっと19年経って仮釈放になったんですが、世間は全く相手にしてくれません。元時計衆だったというだけでお金を出してお店へ行って何か言ってもですね、何も売ってくれやしないんですよ。ましてや仕事なんてありゃしません。おまけにジャベールのやつがどこまでもしつこく追いかけてきて。ジャベールというのはですね、警官でございまして、なぜだかは分かりませんけどもね、私のことをこう親の仇か何かのように憎んで追いかけてくるんですよ。でもね、私だってやればできる子なんです。バカじゃありません。だから私はマドレーンと名前を変えて小さな町の工場の経営者になりました。従業員たちは私を慕っており、私は従業員たちに利益を分け与える。おかげで事業は順調です。今ではちょっとした町の名士で市長にも選出されました。マドレーヌ市長。ところがですね、またしつこいジャベールのやつが追いかけてきて。いや、皆まで言いますまい。とにかく私は嫌になったんです。何もかも嫌になった。
だから逃げてきました。レミゼラブルの物語の中から逃げてきたんです。ここなら私は自由だ。誰からも命令されずに好きなことができる。そう思ったんですが。待て！しまった。追っ手が来たようです。私はこれで失礼いたします。くれぐれも私のことは秘密にしておいてください。お願いします。ほら待て！どうしてこんな人が？いや、それほどでもないからそこまで空いてるし。あ？開演に先立ちまして皆様にお願いがあります。開演？許可のない録音撮影はご遠慮ください。撮影？何のことだ？おう諸君、この辺りで怪しい男を見かけなかったかね。この男だ。名前はジャンバルジャン。仮釈放中に行方をくらました元時計衆だ。もともと脱獄の常習犯だったんだが、ついに物語の中から逃げ出してしまった。見かけたらすぐ私に知らせるように。いいね。では失礼。待て、待つんだジャンバルジャン。だからおかしいと思わないか。たった62人の金持ちが世界の富の半分を持ってるんだね。その一方で住む家もなく食べるものさえない人間が5万といるんだ。発展途上国だけじゃない、この現代の日本にだって生活保護を受けられず飢死にしていく人間がいるんだ。電気もガスも水道も止められて、おにぎりが食べたいって感じました。今の世の中、貧富の差がどんどん広がってる。金持ちはますます超えたり、貧乏人は一生早がれない。そんな100年前、200年前の世界を僕たちは逆戻りしてるんだ。いらっしゃいませ。何か食べるものをください。ずいぶんお腹が減ってるみたいね。失礼だぞ。食べるものというとカレーかピラフか日替わり定食もありますけど。日替わりはやめた方がいいよ。ちょっとそのなんというか。何？いや別にまずいってわけじゃないんだけど。まずい？いやだからそういうわけよ。エビピラフがいいわよ。冷凍だけど。冷凍じゃありません。とにかくエビピラフが一番無難だから。ちょっと無難って何を失礼ね。いくら常連だからって言っていいことと悪いことがあるんだからね。すいませんけど。何よ。ピラフって何ですか。あなたピラフも知らないの。知りません。へえ。どこから来たのね。遠くってどこ。フランスです。あなたフランス人なの。まあそうは見えないけど。僕からどう見ても日本人だ。日本語も完璧だし。いや私わけありまして語学には堪能でして。例えば I love you はドイツ語で。 I love you は英語でしょ。フランス人ならジュデームって言わなきゃね。はい、フランス人って言ってもいろいろだよ。アラブ系もいればアフリカ系もいる。この人みたいにアジア系のフランス人がいてもおかしくはないし、日本語が得意なフランス人がいても不思議はないさ。そうなの。日本人じゃない。すいませんけど早く食べるの。あ、ごめんなさい、すぐ用意するわね。はい、エビピラフィッチャー。ねえ、はい、ねえ、はい、フランスのどこから来たの。どこって、あちこち。パリ知ってる？パリ。はい。いいなぁ、パリ。大仙門にノートルダム寺院、それにエッフェル塔。エッフェル塔？またパリにいてエッフェル塔も知らないの。いや私新しいものはなんていうかよく知らないので。新しいもの。そうなんです。エッフェル塔って新しいの。いや19世紀末にできたから決して新しくないとは思うけど。はい、どうぞ。喫茶ローゼンクランツ特製手作りエビピラフよ。今ピーって言わなかったか。言いません。これがエビピラフですか。見たこともないんだ。見たことも食べたこともありません。
どうぞ召し上がれ。おいしい。よかった。でもずいぶんお腹が減ってるみたいね。もう3日も食べてなかったんですよ。どうして？逃げてきたもので。え？その時脳裏に浮かぶのはふるさとの街か、初恋の人か、はたまた母の面影か。お母さん、この店はな、そういう貴重な時間を見せたんだ。コーヒーはデガラして、紅茶はティーバッグ、カレーはリトルト、エビピラフは冷凍だけど、そんなことは問題じゃない。問題じゃない。ここは貴様のような権力の手先が来るところじゃないんだ。いや、私は二つの犬を帰れ。そうだ、機動隊帰れ。機動隊帰れ。生意気なんちゃうだ。砂漠のバラだか谷間の見たか知らんが、とにかくこの男を見たら私に知らせるんだ。いや、ダメ、もう二度と来るんじゃねえぞ。ビュー、やるじゃん、かっこよかったよ。わかった。ゆうへいくん、ありがとう。でも、出がらしはないでしょ、出がらしは。え、俺そんなこと言ったっけ。言ったわよ、コーヒーは出がらしで、ビールは冷凍だって。水が飲まれてる。これ美味しいですね。のんきね。大変だったんだから、リュウヘイ君のおかげで助かったけど。ありがとうございます。いえ、僕は権力を加算したやつは大嫌いなんです。でも、実際なんで追われてるの。リュウ、失礼だ。そうよ、あんまり立ち入った話は。いや、いいんです。実は仮釈放中に逃げ出してきました。仮釈放？19年刑務所にいました。19年の一体何したの。パンを1個盗みました。それだけ。はい。しかし、いくらなんでもそれは、でしょ。まあ、フィクションなんですけど。フィクション、作り話ってこと。いや、フィクションですけど、全くの作り話というわけではありません。どういうことよ。そうじゃなくて、その私はレミゼ、そう、フランスの文豪ヴィクトル・ユーゴーが19世紀に書いたレミゼラブルの主人公なんです。主人公、主たる登場人物です。その主たる登場人物がどうしてここに。嫌になって出てきちゃいました。出てきた。はい。どうやって。そうですね、例えばセーラー服姿の女子高生が昼休みに高校の校庭のベンチの上でレミゼラブルを読んでいたと思ってください。思った。名前は花子としましょう。今時花子はないでしょう。じゃあエリコ。ではマイカにしましょう。名前なんかどうでもいい。で、アケミはですね、名前変わってるよ。アケミは友達に呼ばれてどこか遠くへ行ってしまうんです。何の用で。よくわかりませんね。もっと好きな男の子のことで。そうでしょうか。そうに決まってるわ。その方がロマンチックだもんね。先を続けろ、先を。それでヒロコは友達に呼ばれてどこか遠くへ行ってしまうんです。また名前変わってる。秋の風が本のページをめける。うさらっ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 。で、気がつくと私がここにいました。ここってこの喫茶店、この時代のこの日本にって意味です。厳密に言うと高校の校庭のベンチの上にいました。それだけ。
え、それだけでね、大変だったんですよ、こっちはこう、不審者に間違われて。どう見ても立派な不審者じゃない。お褒めに預かって恐縮です。褒めてないよ。陽子さん、この人、かくまってあげようよ。え、ほら、ここアルバイト募集してただろ。アルバイト、ドイツ語で、労働ですね。雇ってあげようよ、ほら、住み込みで。それ、グッドアイデア。グッドアイデア、英語でメアン。あんたは黙ってる。雇うのはいいけど、住み込みはちょっと。どこで寝ればいいじゃん、椅子とか並べてさ。そうならもうあの変な刑事も来ないだろうし。刑事来たらまた追い返しちゃう。あんたさ、住むところないんだろ。はい。お金はありません。平札代どうするつもりだったのよ。すみません。いいからいいから、小さいことは気にしない。分かった分かった。そこをなんとか。なんとか。もう仕方ないんだから、しばらくないだけよ。じゃあ決まりね。じゃあよろしく。俺は龍平。私はめぐみ。この人はようこさん。あんた名前は？私の名前ですか。そう、あなたは誰？私はジャンバルちゃんです。お食事でしたら、カレーとエビピラフと日替わり定食がございます。おすすめはエビピラフです。いや、ここだけの話で、日替わり定食はお読みになる方が、いや、あの、決してまずいというわけではないんですけどね。エビピラフですね。はい。エビピラフ一丁！ジャンさん、仕事に慣れてきたみたいだね。ほんとよかったね。心配だったんだ。ジャンさん、あんたの本、レミゼ、読んだよ。え、全部読んだんですか？いや、まだ全部は長いからな。長いですよね。私は映画を見たよ。映画？わかんないか。映画っていうのは…ツタヤで DVD を借りてみたってことですね。よく知ってるじゃない。ヨンボさんに教えてもらっていろいろ見ましたよ、勉強に。楽しんで。でもまさか21世紀の文明があれほど進んでるとは夢にも思いませんでした。ああ、そうかな。まさか人類が宇宙にまで進出していたとは。一体何見たの？え、なんだったかな、あの、タンタラタタ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 タンタンタタタタンタプシューンタタタタプシューンタタタタプシューンタタタタプシューンなんかそんなやつ。いや、あれはフィクションだから。え、私と同じってこと？いや、あれはフィクションであり、なおかつ作り話。え、ではルークスカイウォーカーは実在しないの？しない。 R2-D2 やダースベイダーはレイヤ姫は？エピソード4見たんだね。いないよ。オビアトランソロはいるでしょ。残念ながら。残念だな。あ、そうだ、あの人たちもね、こちら側に来ればいいんですよ。それはやめとこう。話がややこしくなる。著作権の問題もあるからね。さすがに技術的に無理だし。そうですか、仕方ありませんね。で、どうでした？どうでした？どうでしたって何が？私の物語ですよ。どこまで読みました？ああ、レミゼね。まだ最初の方だけだけど、あんた本当にかわいそうな人なんだよ。でしょ？でもあの神父、いい人だな。あんたが銀の食器を盗んだの？いえ、この人が盗んだのではありません。私があげたんですって。ミリエの神父ですか？あ、そう、その人。あの人はね、確かにいい人なんですけど。何かあったの？いや、何かあったっていうわけじゃないんですけどね、あの人ちょっとこう、私に気があったみたいで。ハモなの？いや、そうとは言い切れませんが、なんだかこう、私のことをこうあちこち伝わってくるので、こうちょっとね、知られざる裏話だな。いや、まあ、別にね、男が好きでも悪いっていうわけではありませんからね。意外に進んでるんだね。私が立ち直れたのもあの神父のおかげですしね。おかげで市長にもなれたもんね。やっぱなれる市長。そこで切れちゃいました。え、切れちゃった？そう、 DVD の具合が悪くてさ、画面が素直しみたいになっちゃって。スタヤに行ってお金返してもらわなくちゃだよね。ありえないよ。あの、
それ、私のせいです。あなたのせい？市長になった後、私と間違われて別の人物が逮捕されるんです。そうそう、そこまでは見たよ。そこで私は裁判所に自首して我こそがジャンバルジャンだと告白して無実の男を救うんです。へえ。おかげで私はそれまで積み上げてきた地位も名誉も全てを失うんです。それはちょっとひどいね。でしょ。だから逃げてきました。だからそれ以降の話はないことになっています。ないこと？はい。映画が途中から砂嵐になっているのはそのせいなんです。竜兵くんが読んでいる本もその部分から先は白紙のはずです。本当だ。私はね、別に自分の地位や財産が惜しかったわけじゃありません。私は私の工場で働く工員たちのことが気がかりだったんです。私は彼らの福利厚生を考え、衛生に気を使い、健康診断も受けさせた。病院を作って病気になればきちんと治療を受けさせた。学校を作って彼らの子供たちに教育を受けさせた。そしてここが肝心です。そのことによって工場の生産性は上がったんです。いいですか。経営者が労働者の利益を図ることによってより多くの利益が生まれ、誰もが幸せになれる。これはすごい発見なんです。私はこのことを自分の利益しか考えずに労働者たちに低賃金重労働を強いている経営者たちに教えてやりたかった。そうすれば私のシステムがフランス中、いや世界中に広がり、誰もが幸せになれる。そう思ったんですが、ほんのわずかな試みから全てのダメになってしまった。確かに私と間違われて無実の罪を着せられた男は気の毒です。助けてやられてから。しかし私が自首して出れば工場はまた閉鎖され、工員たちはまた低賃金重労働に苦しむことになる。私は一人の男を救うのが正しいのか、数百人の工員を救うのが正しいのか、わからなくなった。だから逃げてきた。そうです。私が逃げ出せば物語へは先は進まない。つまり工員たちは幸せな生活を続けることができる。その通りです。あんたいい人だな。いや、それほどでも。一つ、あんたを男と見込んで頼みがあるんだよ。そういう言い方は性差別です。男も女もありません。ただ人間がいるだけです。えらい、ますます気に入った。そこでちょっとお願いなんだ。そんないいこと言いましたか。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。あれ、コーヒーをください。はい、コーヒーですね。ねえねえ、あの人さ、めぐみ後にしてくれないか、今忙しい。でもどっかで見たことあるんだよな。ねえ、やっぱりあなた少し変よ。めぐみ。はい。だからぜひあんたに力を貸してほしいんだ。いや、しかしですね、あんたが言えば100人気だ。いいか、これを見てくれ。いらっしゃいませ。ミルクティーをいただけるかしら。はい、かしこまりました。戦略が必要なの。戦略が。だからまずテレビとラジオの放送局を抑える。人員は揃ってるの。でも本当にそんなことが必要なんでしょうか。必要さ。だからやる。はい、どうぞ。ありがとう。おし、なんだ、誰かと思ったらあんたじゃないか。ヒゲなんかつけてこんなところで何してるの。誰だこれ。何拾ってんのさ。私だよ、私。そうか、君か。なんかそれならちょっと早く言えばいいのに。久しぶりだな。誰なんだお前は。やだよ、忘れちまったのかい。私だよ、私。ペナルディエ。なんだ、あんたが。見違えた。守りも一緒ってか。誰の孫だっつうの。ま、ちゃんと聞かざれば私もまだまだイケてるってことね。何しに来た。何しって、ジャンプがいなくなってあっちは大変なんだから。そうだろうな。
早くコテットを迎えに行ってもらわないと困るのよ。いつまでも面倒見ちゃいられないんだから。このままだとあの子オールドミスになっちゃう。その彼女には誰払うっていうの。そことにかくみんな困ってるの。マリウスなんか全然出番が来ないもんだからすっかりふてくされちゃって。あんた一人じゃ心もとないからみんなで相談して代表を送ることになったの。で、あんたが代表ってわけか。私しかいないでしょ、みんな足りないんだから。見つけたの？ああ、あそこにいる。じゃあさっさと連れて帰りましょう。ところがそうはいかないんだ。どうして？あれ？え？あいつらだよ、あいつら。10月3日だ。3日の午前5時に俺たちは一斉に立ち上がる。きっとうまくいくわ。本当にそう簡単にいくでしょうか、革命なんて。もっと小さな声。ごめんなさい。あいつらを何とかすればいいのね。そうなんだわ。なんだそれは。これ携帯電話。携帯電話、これを使うと遠くにいる人とも話ができるな。まさかそんなことは。ボスボス、2丁目の山本不動産だけど今すぐコーヒーを2つ持ってきてもらえねえかな。手前ですね、かしこまりました。2丁目の山本不動産だ。はい、了解いたしました。よろしくお願いします。はい、どうも。出前ですか？チャンさん、留守番お願いできます？大丈夫です、任せておいてください。大したもんだな。勝手に触るんじゃないよ。すまん。はい、これで一つ片付いたと。あとはあいつらね。ねえ、ちょっとお兄さん、耳寄りの話があるんだけどいいかしら。何ですか？ここじゃダメよ。ねえ、こっち来て。え、ちょっと、リュウヘイどこ行くの？ねえ、ちょっと行ってくる。リュウヘイ！見事なもんだ。さてと、いや、私も収録に語るか。ん？私の耳はカイトから何海の響きを懐かしむ。え？おお！まだめんでしょ。いやさ、ジャンバルジャン、久しぶりだな。またあんたか。しつこいな。脱獄の常習犯とは知っていたが、まさか物語の中から逃げ出すとは。こいつばかりは、あ、お釈迦様でも気がつくめ。なあ、頼む、見逃してくれ。あそこはもう嫌なんだよ。バカなこと、ここでやったら100年目、いよいよ年貢の納め時。さあ帰るんだ。嫌だ、つべこ嫌だ、嫌だ、嫌だ。神妙にお縄につけ。やめろ。違う、この世界だ。いい加減にしろ。っていうのやめろ。本当に違うんだって。お前がジャンバルジャンだってことはちゃんと分かってる。違うんだ、ジャンバルジャンなんて聞いたこともない。さあ来るんだ、さっさと来い。まあ、うまくいったみたいだね。あ、ご覧の通りだ。やめろ、離せ。ほら、暴れるんじゃない。いやだ、帰らせてくれ。どこへ帰るというんだ。じゃあお前の帰るところはここしかあるまい。早く話を進めておくれ、みんな困ってるんだ。ここまで来たらあとは男らしく自白するだけだ。おい、そういう性差別的な言い方ですね。うるさい。裁判長さん、やめろ、やめてください。何を騒いでる。なんでもありません。観念しろ。ジャンバルジャンならここにいます。なんだと。こいつが本物のジャンバルジャンです。そんなこと捕まえろ。ああ、何をする。こいつです、そいつが本物のジャンバルジャンです。早く、早く捕まえてください。うち、違う、戻しろ。ちょっとあんた、やめろ、やめるんだ、やめろ。違う、違うんだ、私は。やめろ、やめんか。あ、ダメ、さらないで。
それがですね、ちょっとあんた、うわ、来た来た、あんたさっきのさあ、何のことかしら。さっきはよくも、え、いや、うわ、気が強いです。私と知り合った時にはもう結核にかかっていて。結核？彼女を支えているのはただ娘のコゼットに会いたいという気持ちだけ。だから私は会わせてやると約束したんです。で、会えたの？いいえ、ちょうどその時に私が自首することになったんです。タイミングが悪いにも程がありますよね。結局ファンティーヌはコゼットに会えないまま息を引き取りました。私はテナルディ夫妻をうまく言いくるめてコゼットを引き取りました。それからはずっと二人で逃亡生活です。やっとどこかへ落ち着いたと思ったら、あのしつこいジャベールのやつが私の居所を見つけ出して、コゼットには随分苦労をかけました。愛してたのね。え？コゼットを愛してたのね。いや、それは愛してたんでしょ。そんなこと考えたこともなかった。そうなの？だって私はファンティーヌとの約束をただ守ろうと思っただけで。愛してたのね。ファンティーヌを愛してたのね。いや、別に。え？だって私がファンティーヌになったのはせいぜい2度か3度ですよ。それを愛とか恋とか言われても、その愛って会った回数や時間とは関係ないと思うの。え？そうじゃないの？愛って何ですか？ずいぶん哲学的な質問ね。いや、私そういうことよくわからないので、その女の人を好きになったことがないので。それはつまり、いや、同性愛者とかそういうわけじゃありません。あの、そうじゃなくて、私はですね、
人生の一番いい時期を19年も刑務所で過ごしました。出獄してからは生きるのに精一杯でしたし、それからはコゼットを育てるのに精一杯でした。だから恋をする暇なんかなかったんです。そうなの？バカな話です。ごめんなさい、こんな話して。いいえ、あなたは立派だわ。え？だって立派な人生じゃない？工場を作って、そこで働く人たちを幸せにして、自分を犠牲にして無実の人を救って、その後はコゼットさんを立派に育て上げて。立派ですか？ええ、すごく立派。そうですか。でも、でも私はただ本に書いてある通りにしただけですから。どういうこと？工場を作ったのも、市長になったのも、裁判所に自首したのも、ファンティーヌとの約束を守ってコゼットを育てたのも、みんな本にそう書いてあるからなんです。そう、全部作者が書いたことだ。僕が自分の意思でしたことじゃない。人のために尽くした立派な人生、そうかもしれません。でも、でも僕は自分の意思で生きてみたかったんです。わかりますか？一瞬でもいいから人のために生きるのをやめて、自分の人生を生きてれば、立派な人生なんかありません。幽霊君には工場で働く工員たちのために逃げてきたと言いましたが、あれは嘘です。そうじゃなくて、僕は生きてみたかったんです。立派でなくとも、たとえ平凡でつまらない人生でも、自分の人生と言えるものが欲しかったんです。そうなの？身勝手でしょうか？いいえ、わかるような気がするわ。例えば、龍平君や夢が世界を変えようとしている。めぐみさんだってそうだ。もちろん途中でつまずくかもしれない。笑われたりバカにされたりするかもしれない。それでも自分の意思で生き方を選んで。陽子さんだって。私は別に何も。陽子さんは龍平君やめぐみさんに居場所を提供してるじゃないですか。ここにいれば安心できる、自分自身でいられる、そういう場所を誰かに提供することはとても大切なことですし、それだけに難しいことです。誰にでもできることではありません。そうかしら。僕もこんな場所が欲しかった。ジャンさんもここにいたければずっといていいんですよ。本当ですか？人はいつも何かから逃げているのかもしれない。実はね、私も逃げてきたの。陽子さん。私ね、子供の頃から親が決めた婚約者がいたの。素直だったのね。大人になったらこの人と結婚するんだって私ずっと思ってたわ。決して嫌な人じゃなかった。繊細で優しくて物知りで、すっごくいいところの坊ちゃんだったの。火の打ちどころがない結婚相手よね。それで？ところがその人のお父さんが亡くなって、お母さんが再婚して、いろいろややこしいことがあって、その人少しおかしくなったの。すっかり人が変わってしまって、私に暴言を吐いたり暴力を振るったりするようになった。ひどいやつだ。私も少しおかしくなって、もうこのまま川に身を投げて全部忘れようと思ったの。日の光にキラキラ輝く水面を眺めながら、ああこのまま川の流れに身を任せたら楽だろうなって。そんな。私水に体を浮かべてそのまま流れていった。妙に気分が高まって歌い出した。でもその時ふと思ったの。違う、こんなの間違ってる。私には別の人生もあるはずだって。川の流れに逆らって必死に泳いで岸に上がった。服も髪ももうびしょ濡れ。それから逃げ出した。逃げて逃げて逃げまくって、気がついたらこの町にいたの。それから大変だった。私世間知らずのおぼこ娘だったから、いろんな人に騙されたり利用されたり。でもやっとこの店を手に入れた。あなたさっき、私が龍平君やめぐみちゃんに居場所を提供してるって言ったわよね。でも
居場所が欲しかったのは私。どんなに小さくてもみすぼらしくても私はここにいていいんだ、ここが私の居場所なんだって思えるところが欲しかったの。陽子さん、さあ休憩終わり仕事に戻らなくちゃ。陽子さん。何？その月が綺麗ですね。月なんか出てないけど。いや、そうじゃなくて死んでもいいです。ちょっと何言ってるの、死なないでよ。いや、そうじゃなくてその不思議なんです。僕はその女の人と話すのが苦手なはずなのに、あなたとは自然に話せるんです。私がおばさんだから。違う、あなたと僕は同じ匂いをするんだ。匂い？時代も国も違うけど僕たちはきっと同類なんだ。ゆうこさん、ずっとここにいていいですか？ずっといてちょうだい。私の部屋に来る？何度も言わせないでよ。いや、しかし、さっきも言ったように僕はその恋をする暇がなくて。そう、初めてなの？作者がそういう場面を書かなかったので。大丈夫、私が教えてあげる。私はその男ですし、性別の問題じゃない。俺たちには旗頭が必要なんだ。もう時間がない。
はいはいはい。ねえねえ、じゃあさ、はい、陽子さんとしたんだって。どうしてそれを。フランディさんに聞いちゃった。あいつそんなことまで。まあいいじゃない、仲良き言葉美しきかなよ。竜兵のこと知らない。ああ、さっき奥に。そう、ありがとう。竜兵ったらさ、ピリピリしてるんだ。明日結婚だとか。そうね、うまくいくと思う。さあ正直に言って。そう言われても。めぐみさんはどう思うんです？私？はい。そりゃうまくいくに決まってるって言いたいけど。言いたいけど？うまくいくわけないじゃん。え？冷静に考えたらさ、今の日本で革命なんか無理だよね。いや、でも最初はね、遊びだったの。自衛隊の倉庫を襲って、テレビ局を占拠して、どこの拠点に何人配置してって計画を立てて遊んでた。そしたらそのうち私たちの計画に興味を持つ人たちが集まり始めた。楽しかったな。お酒飲みながら、ああでもないこうでもないって一晩中議論するの。私たちはあんまり友達いなかったし。そう。でもね、どんなものにも終わりはある。計画が完成したら私たち何にもすることがなくなっちゃったんだ。あとは実行するしかない。誰もやめようとは言い出せなくなってしまった。竜兵は本気よ。本気で世の中を変えようって思ってる。私もそうなればいいなって思ってる。でも冷静に考えたらそんなの無理よね。だったらやめればいいのに。やめられないよ。私たちは夢を見た。だったら最後まで見続けなくちゃ。それにね、今回はうまくいかなくても私たちを見た誰かが立ち上がってくれるかもしれない。最初は一握りかもしれない。でもそれがどんどんと増えていって世の中を巻き込んで大きな渦を作る。ナルディさんが言ってたよ。ジャンさんの物語が社会を動かして革命を引き起こしたって。それと同じよ。そんなことまで。竜兵はあなたのことを当てにしてる。そうみたいですね。でもあなたは私たちとは違う。あなたは19世紀の人でしょ。私たちの時代は私たちに任せて、あなたはあなたの人生を生きたらいい。だってそのために逃げてきたんでしょ。めぐみさん、あなたって人はダメよ。そんなことしたら陽子さんに叱られちゃうわ。いや、そういうつもり。はい、仕事仕事っとサボってたら竜兵に叱られちゃうわ。はい。ああああ、本日は晴天なり、本日は晴天なり。喫茶ローゼンフライツに溶け込まっているテロリストの処分。テロリスト、テロリスト出てきなさい。警察だ。一体どうなってんの。来たわね。情報漏れたんだ。ねえ、いつの間に立てこもってることになったの。そうなったら本当に立てこもるしかないわ。とにかくまずあんたを閉めるんだ。テレビの下げ。ほら、ジャンさん、あんたも手伝ってくれ。はい。おとなしく武器を止めてください。夏の日は耐えれ。俺たちは最後まで戦うぞ。武器なんかないの。あれはこれだけだ。いざとあればこれで。ちょっとやめてよ。武器ならあるよ。ちょっと待ってな。一体どうするつもりだ。さっき作っておいたんだ。え？え？ありがとう、助かるよ。何が来たな。はい、なんだ、加齢臭がひどいんだよ。ニフンの外にいられないって嫁さんが嘆いてる。うるさい。誰が加齢臭だ。殺してやる。殺しなったみたい。あんた可愛い顔してすごいこと言うわね。やっぱり情報が漏れたんだ。やっぱりさっきのやつがスパイしやがった。さっきのやつ。さっきのやつ捕まえたんだ。ほら、あんた追いかけてケイジ、あのちょっと太ったシャベルだかスコップだか。ジャベルだ、ここに。そう、連れてこい。ジャベルだ。早く聞いて。おっさん、ゆうへい君、この人はジャベルじゃない。ジャベルじゃない。どういうこと。バカ魔王、私はビクトル・ユーゴーだ。ビクトル・ユーゴー。誰ビクトル・ユーゴーって。シアンドがフランス・ロマン主義四大詩人の一人にしてレ・ミゼラブルの作者、あのビクトル・ユーゴーだ。自分であのって言う。とにかくこれを外してくれ。いやね、食って。この裏切り者を。どういうことなんだ。いや、この人はですね、作者なんです。作者？レミゼの？レミゼって言うな。勝手に略すんじゃない。私の作品にはレミゼラブルという立派なタイトルがあるんだ。レミゼラブルというのは惨めな人々、貧しい人々という意味で。こら！誰も聞いとらんじゃないか。作者が一体何の用だ。チャンバルジャンを連れ戻しに来た。
連れ戻しに。嫌だ。なんだかこいつ。今土佐草に紛れて蹴っただろう。そう知らないね。まさか自分の作品の登場人物にこの目に遭わされるとはな。じゃあ戻ってこい。嫌だ。お前が戻ってこないと物語が先に進まないんだ。嫌だってやる。嫌だ。勝手なことを言うな。続きを読みたがっている読者のことを考えろ。嫌だ。映画や芝居はもっと悲惨だぞ。ジャンギャマンもヒュージャックマンも加賀たけしもすることがないのでずっと待ちぼけだ。加賀たけしって古くない？ジャンギャマンはもっと古いぞ。第一、私がどうなる。私は、私の傑作レミゼラブルはどうなる。結局そこ。レミゼラブルのない融合なんて、クリープを入れないコーヒーのようなもんだ。クリープってどっかで古い CM 見たようだな。私は作者だぞ。作者といえば親も同然、いや親以上だ。親は子供がどんな人間になるかわからないが、作者は主人公がどんな人物か分かって書いてるからな。登場人物は作者の言うことを聞くもんだ。あんた言ってたじゃないか。作品というものは名作であればあるほど作者の手を離れて一人歩きするもんだって。だから僕は一人で歩き始めたんだよ。口の減らんやつめ。あんたがそう書いたんだ。だいたい今作者は楽だよ。19年刑務所にいましたって書けばいいだけなんだから。でもな、僕はそうはいかない。実際に19年を刑務所の中で過ごさなきゃならないんだから。刑務所が飛んでくるから泣けるか。ひどいもんだぞ。それでな、仮釈放になった市長っていうかな、仮釈放になった時計集がな、たった8年で市長になるなんておかしいじゃないか。こっちはな、そう書いたおかげでつつま合わせるのにな、大笑うなんだよ。寝ぼけたことを言うな。レミゼラブルは歴史に残る名作、いやもはや歴史の一部なんだ。それをお前の身勝手でダメにするなんて許さんぞ。ああ待てよ、さあ。ちょっとしろよ。裏か表が分かんないんだよ。おっさん。え、誰がおっさんだ。ジャンさんはな、俺たちの仲間なんだ。俺たちと一緒に革命を起こすんだ。何？革命だと？俺たちはこの国を変えるんだ。働く者がちゃんと報われる社会にするんだ。自由！平等！博愛！フランス革命のパクリじゃないか。そのためにジャンさんが必要なの。なるほど。ジャンさん、旗を持ってくれ。俺たちの旗頭になってくれ。あんたは革命の英雄だ。あんたさえいればこの革命は成功するんだ。ちょっとやばいよ。どうした？警官のやつがさ、うじゃうじゃ湧いてきてる。そうか、まずいな。ここじゃいつまで持ちかたれるか分かんないね。なんとかしなきゃ。脱出口を探すのよ。うん、うん、よし。
せっかくだからちょっと手伝ってやったら。いや、意外にいい考えかもしれないぞ。ジャンさん、ここだったのか。あっちから抜けられそうよ。よし、おい、そこの若造。なんだ。喜べ、路線変更だ。これからジャンはあんたたちの革命に参加する。何を言い出すんだ。いいか、考えてみろ。これはチャンスなんだ。チャンス。お前は働く者たちのために理想の街を作り上げた。6月暴動の最中、自ら進んでバリケードの中へ入っていった。しかしそんなものは所詮それほどだ、フィクションに過ぎん。ところがお前は今現実を相手にしている。今こそ現実を変える時だ。お前ならできる。お前は革命の先頭に立ち、この国を、社会を、世界を変えるんだ。嫌だよ。お前は革命の先頭に立つべき人間だ。私はお前を強く優しくたくましい男として描いた。誰からも尊敬され賛美される人物、ヒーローの中のヒーロー。それがお前だ。一体何が気に入らない。それが気に入らない。僕はヒーローなんかじゃない。普通の人間だし、そうありたいと思っている。ヒーローの人生なんか欲しくない。普通に働いて、普通に恋をして、普通に結婚して、普通に家庭を持ちたいんだ。普通の人間の普通の人生がどんなものかお前には分かっているのか。誰にも知られず生まれ、誰にも知られず死んでいく、何の痕跡も残さずにな。そんなつまらない人生が欲しいのか。私を見ろ。私は19世紀フランス最大の詩人と言われたヴィクトル・ユーゴだ。だが悲しいから、今この国で私の名前など誰も知らんぞ。しかしお前は違う。ユーゴのことは知らなくても、ジャン・バルジャンの名前はみんな知っている。私はお前が羨ましい。お前は私を超えたんだ。今お前はその名前を世界の歴史に刻むんだ。お前は誰だ。名前を言ってみろ。僕は誰か。そうだ、お前は誰だ。
おや、ここにあるのはシミか。胸だってもう垂れてきている。やめろ。あと2、3年もすればおばさんだ。やめろ、ようこそ。すいません。天寺へ行け。お前は天寺へ行け。じゃあ、この女に許可せられてる場合じゃない。お前が先頭に立てば警官隊などを恐るるにいたら。さあ、旗を取れ。この旗を持ってお前は警官隊を蹴散らして進軍する。人々は口々に言うだろう。あれは何だ、鳥だ、飛行機だ、いや、ジャンバルなんだ。そしてお前に突き下がるだろう。お前の後ろには民衆がついている。死んだって構うものだ。紙とインクからできたお前にとって死が何だというんだ。お前が死んでもお前の名前は民衆の心に永遠に刻み込まれ歴史に残るんだ。いいか、レ・ミゼラブルというのは惨めな人々、貧しい人々という意味だ。お前はその貧しい人々に、声なき者に声を与えるんだ。お前は私の夢であり、貧しい人々の夢だ。お前にはあの歌が、民衆の歌が聞こえないのか。さあ、旗を取れ。石畳の下には浜辺が広がっているんだ。さあ、旗を取れ。この旗を取るんだ。今失望したよ。せっかく盛り上げたのに無駄だったな。音楽を止めろ。照明もいらない。お前はお前の人生を生きるがいい。平凡でつまらない人生をな。これで私のレ・ミゼラブルももうおしまいだ。構うものか。私にはまだノットダムでパキがある。いつか外国の映画会社があれをアニメにしてくれるような気がしてるんだ。タイトルはそう、ノートルダムの鐘がいいかな。その時はぜひ二人揃って映画館に見に来てくれたまえ。ねえ、今日は何だったの。本当にこれでよかったの。わからない。でも僕がそう選んだんだ。ジャンさん、ジャンさん、めぐみが捕まった。デナルディア夫人も警官隊にもいっちゃいされながらあんたの名前を叫んでたぞ。なんとか言ってくれよ。あんたのこと、あんたのこと好きだったのに、この裏切り者が。畜生、畜生。ジャンさん、ゆえくは悪くない。悪いのは僕だ。痛い、痛いよ。紙とインクから生まれた人間でも刺されれば痛いから。そうか、これが生きてる証か。生きるっていうのは痛いことなんだな。しっかりして。大丈夫よ、私が連れて行ってあげる。このまま二人でユーゴもシェイクスピアも民衆も革命も社会も歴史も追いつけない遠いところへ行きましょう。そこで二人で小さな喫茶店を開きましょう。コーヒーはレガラシで、紅茶はティーバッグ、カレーはレトルトで、ピラフは冷凍だけど、来てくれた人が本当にくつろげる場所を作りましょう。陽子さんのエビピラフ絶品だもんな。身勝手と言われても構わない。歴史を作るのは他の誰かに任せておきましょう。世界がどうあろうと、私たちは私たちの居場所を作りましょう。そして誰にも見られず
誰にも知られず生きて、そして死んでいきましょう。何の痕跡も残さずに。あなた言ったじゃない、居場所を作るのはとても大切なことで、それだけに難しいことがあって、私たち一緒に二人の居場所を作りましょう。この広い世界のどこかにきっと私たちがいられる場所があるはずよ。お願い、死なないで、一人にしないで、私もう一人は嫌なの。大丈夫、僕は死なない。19年の時計を生き延びた人間がマリウスを背負ってあの6月のバリケードを駆け抜けた人間がこんなことで死ぬもんか。僕は誰だ。僕の名前は何だ。ジャン・バルジャン。そうだ、僕は、僕はジャン・バルジャンだ。チーム銀河というのは演劇ユニットと名乗っておりますが、現実にはメンバーは1人しかおりません。私です、私が芝居を書いて、そこから、当てのない仲間探しの旅に出るというのが、チーム銀河のコンセプトです。その仲間探しに応じてくれた、スタッフ、キャストがここにおります。そしてまた今回は、モンゴルズシアターカンパニーの、コラボレーションを得ることができまして、今回の公演にこぎつけることができたわけです。そして何よりもお客様が来ていただいてこその公演でございます。本当に皆様来ていただいてとても嬉しく思います。では僭越ではございますが、役者紹介をさせていただきます。まず、めぐみを演じました山崎聖里香、ありがとうございました。ゆうへいを演じました、越智晃太、ありがとうございます。ペナルディ夫人を演じました、徳良由紀子、ありがとうございました。ヨーコ、オフェリアを演じました、寺岡千尋、ありがとうございました。そしてジャンバルジャンを演じました、内藤明、ありがとうございました。本日皆さんこの芝居を見たということや、あるいは感想、ご意見などSNS、Twitter、Facebook などに書いていただければ、なんとか我々検索して、励みや反省材料にさせていただきたいと思っております。でその際にですね、我々が検索して見つけることができますように、ハッシュタグに、チーム銀河もしくはレミゼって呼ばないでという、のを入れていただくと、我々検索して探そうと思っております。それからこの後、役者との面会、ちょっとおしゃべりしたいなという方も多いかと思います。役者一度2階の楽屋に引き上げますけれども、その後、すぐに降りてまいりますので、今バリケードがあってシャッターが降りてますけど、あの扉の外側で、お待ちいただければ、役者が降りてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それからもう一点、本日の上演台本を一部500円で、販売しております。ぜひ観劇の記念に、買っていただけると、非常にありがたく思います。いろいろ喋って申し訳ありません。
本日はどうもありがとうございました。